さて、後継者不足に悩む伝統工芸の日光彫りにこの春2人の若手女性職人が誕生しました2人を応援するためにクラウドファンディングも始まっています日光彫りの製造販売を手掛ける日光市松原町の五十嵐漆器ですこちらで日光ののの職人、彫刻師ととして働き始めたのは神馬市の沢田萌さんと 佐倉市の山本真香さんの共に23歳の女性2人です日光市商工課によりますと日光堀の県の伝統工芸士には現在29人が認定されているということです日光堀も職人の後継者育成が課題となっていて日光市は去年伝統工芸の継承者を募集する活動をしている動画メディア日本手仕事図鑑と共同で 後継者育成のプロジェクトを立ち上げました去年2回の就業体験を行い沢田さんと山本さんの2人が採用されましたいがれし漆器を経営するいがれし子さん83歳は日光市からの要請で日光堀を絶やしたくないと新人職人の受け入れを決断しました なんとかあの一,一人前にしてね、煮こぼりを継承していただけるように頑張ろうかなって、一生懸命なってるんですけど、ねあのなんとか皆さんも応援してください。職人となった山本さんは、伝統工芸が好きで、工芸士になりたかったと話します。 大変なことは確かにあるんですけれど、それ以上にワクワクしている自分がいるので、楽し,楽しみつつ、頑張っていこうかなと思います。きれいに仕上げられる職人になれるように頑張っていこうかなって思うので一方の澤田さんは、祖父が趣味で作っていた日光彫りに魅せられたといいます。貴重な日光彫りの技術を学べることと 伝統的な文化を受け継ぎ、次の世代につなげていくということに意義を感じたので、この仕事に就くことを決心しました。新人の2人を応援しようと、日本手仕事図鑑はクラウドファンディングを今月6日から始めました。日光彫りで使う独特の道具、ひっかき刀などの彫刻刀を2人に送るほか、多くの人に応援してもらうことが目的です。 クラウドファンディングは5月中旬まで行っています。